しませてもらうよ。やろう。脇が甘いな。しつけの時間。頑張りますか。どうした怖いの。叩き潰す。やるのかよ。私の番。私の番。いや、時間無駄だ。よし、パリパリパリ。ちょっと。うん。いい度胸。覚悟してよね。私の番。脇が甘いな。しつけの時間。出番が来たな。俺の力。どうしようかな。こっち見ろよ。あれ？やるか。いや、くっ！頑張りますか。ほっ！ほっ！わたしの番！やるのかよ。うわっ！うわっ！行くぜ！せっけんは！私の番。いや、治療する。出番が来たな。調子出ないな。俺の番か。邪魔をしないで。やるか。頑張りますか。おしまいだ。だろ。俺たちすごいんじゃねえ。イラつくんだ。うっつるし。勝ち行こうぜ。やるか。ふざけないで仕留める。しつけの時間。行くぜ。叩き潰す。頑張りますか。かかってこい。私の番。私の番。どうしようかな。俺の番か。私の番。行くぜ。ミサイルだ。
私の番。脇が甘いな。さあ、そうか。パンチ。出番が来たな。必殺。ピンチってやつ？さっさと来い。これ使おう。俺の番か。やるのかい。うん。どうだ。さて。やる。逃がしゃしねえぜ。頑張りますか。怖いの。どうしよっかな。どうした。やるのか。おっ、遊んでやろうか。いくぜ。やばい。おしまいだ。恥かいて知らない。私の番。出番が来たな。私の番。ほれほれ。まだまだ強くなる。いい感じ。調子いいみたい。何見てんだよ。おい、お前何見てんだよ。まだいけるぜ。
二度と笑えなくしてやるぞ。後悔するなよ。私の番。よし。はい、もういるのか。止める。ロボーが。なんだよ。俺の番。どうしよっかな。なめんなよ。ほれほれ来いよ。頑張りますか。いらっしゃいませ。いただきます。ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとう。いい酒だったな。あ、それじゃあラーメンがいいな。そばを食べるか。あ、キリュウさんは？え？そばだよな。そばだな。だしの香りを楽しみながらサクサクのかき揚げが乗ったシンプルなそば、温玉を割り入れるも、つゆが染みて味が変わる天ぷらを楽し、寒い冬に食うそばは格別だ。ごくり今日はそばね。切り替えは。桐生さん、グルメレポーターだもん。そうか。俺もそういうこと言えるようにな。麺とスープの IT。 何を言うかもそうだけど、誰が言うかもだ。どういう意味だよ。ナンバ。この名を聞いたよ。覚悟してよね。私の番。ほれほれ。どうした。恥かい。脇が甘いな。しつけの時間。俺の番か。
寝てるわ。出番が来たな。相手してやる。どうしよっかな。そろそろ死んじゃうよ。やるのかよ。さっさと来い。頑張りますか。どうした。最後は…でも…最近のお気に入り…何？ロールキャベツ？おでんの出汁とお肉の…そりゃうまそうだ。いつか味の染みたキャベツに…いい感じだ。絆が深まったぜ。
んなところにクラブがあるのか。キリュウさんって、まあ昔ちょっと、ダンスは学校の体育くらいでしたね。こういうところで踊ったことなんてほとんどないです。そうだった。だがサイコは運動神経もいいし、すぐお立ち台に立てると思うぜ。おた、え、キリュウさん、え、え、よし、よく分かってきた。楽しませてもらうよ。やるか。止める。しつけの時間。頑張りますか。いくぜ。手数がいるな。私の番。私の番。無駄だ。悪くない気まえ、こんななんだ。エモいぜ。よし。でもこの頃は外飽きちまったのか。いえ、ホームベーカリー。ええ、最近のはすごいんですよ。コネ、発酵時間の調整もできて、パンの焼き加減を変更すると耳の柔らか。今ならキャッシュバックです。サイコは、え、いい感じだ。絆が深まったぜ。
やるか。やるのかよ。脇が甘いな。しつけの時間。俺の番。ついてこれるか。頑張りますか。どうしようかな。さっさと来い。なめんなよ。こんな。離せったら。って。かかってきなよ。そりゃ。行くぞ。私の番。強くなれるとはな。人生これ成長ってな。見とれないでよね。どちらまで行かれますか。それでは出発いたああ、大解散の後ずっと無人でいたわけか。偉人町以外にここが必要なほど連中は話には聞いていたが、実際この目で見る。キリウさん、この場所に搭乗会が。行こう。遠くから見ていたって。キリュウさん、あんたはあまり目立っちゃまずい。 あ、そういや、そん、よっしゃ。どうも、俺は難波ってもんで。沢城、何かご用で。いや、俺はこの間ハワイまでの旅費も出してもらったんで、ご挨拶。特にお約束いただいておりませんので、お引き取りを。まあ、そう言わないで。ちょっと話、俺たち沢城さんに聞かなきゃならん。お通しできません。理由なんだよ、もう。じゃあ海老名さんに言って。俺は海老名さんともこの間話してますから、伝えてもらえれば。ダメだっつってんだろ。青龍会若頭補佐の楢崎。話せそうなのが出てきた。海老名の頭より客人としてお名前の詮索も不要とのこと。楢崎さんがわざわざ。若いのは物を知らん。まさかあなたの顔も知らんとは。沢城と話がして。まあそう焦らず。こそいらっしゃいました。歓迎しますよ。青龍会の沢城と申します。随分横行な出迎えだな。驚かれたなら申し訳ありません。ですが
これも必要なことなんです。なんせ東条会近江連合なき今、全国の極道の旗印となるのはうちなんですから、それなりの意向ってもんを示さなきゃ、連中をまとめ上げることなんてできやしません。下っ端並べて客人に睨み聞かせることがお前の言う意向ってやつか。恐れ入ります。さあ立ち話もなんですから、どうぞ奥へ。頭の海老名もお待ちしています。そこの奈良崎がご案内差し上げます。案内は無用だ。なるほど。まだ頭の方は体ほど衰えちゃいないわけですか。なんですって、あんた今なんて言った。おい待てって、さっちゃん。いつかこの続きをしてやってもいい。だがただ火遊びしてだけなら今日は急いでるんだ。別の日にしろ。あの、ほう、ああ、あの、
キリュウさん。やはりご案内すべきでしたかね。迷われたのかと思いましたよ。引っ込んでろ。案内は間に合ってると言ったはずだ。搭乗会の四代目として今のこの場所がお気に召さないことは察しがつきます。ですがつい最近まで廃墟だったのを我々がここまで直したんです。お前が海老名か。ええ、沢城さんのことは紹介するまでも。ああ、日本中の極道を引っかき回した男だ。無所に入ってたはずが本当に出てきたんだな。俺をご存知だったとは光栄ですよ、キリュウさん。どうぞ、皆さん。キリュウさん、俺と話す気があるならその椅子には座らないでもらえるか。ああ、なんだと。そこは搭乗会のてっぺん取ったもんが座ってた椅子だ。俺は昔そいつをめぐって何人も死んだ組織の生き残りなんでな。あんたに悪気はなくとも、知らねえ奴がそこに座られちゃ愛想よくはできねえ。てめえ立場わきまえろよこら。いいんだ、楢崎。頭、今のがまさに私の期待した伝説の竜だよ。改めまして、どうかおかけになってください。では始めましょうか、キリュウさん。清流会が組員を増やしてんのは行き場、そういう。ええ、仇の世界は。でも社会復帰できそうな人にまで孫悲が手に入れた確かな。元坊の社会復帰は彼らには確たる居場所が必要だ。組に入れているのはあくまで清流会はその雇用をハワイに用意するつもり。さすがはコミュジュルの女王。お耳が。我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんで。ビジネスパートナー、キリュウさんはご存知かどうか。うちで今一番でかいしのぎは捨てられないゴミの保管ビジネスです。ただしその事業は私のアイデアではありません。先駆者がいましてね。それを教えてくれたのがハワイにいるビジネスパートナーで、パレカナという宗教団体なんですよ。え、なんだと。40年前にハワイへ逃げた茜さんを救って。どうやらもうご存知の。まあな。話は前後しますが、私には極道の第二次大解散のために沢城さんので、獄中にいた沢城さんと対話を重ねる中で、もちろん茜さんのこと。そこで私は調べるうちに、彼らは教団で保有している島があり、そこ。ネレ島のことか。ええ、こちらからコンタクトを取ると我々の目的が罪人の浄化であると理解し。つまり最近清流会に入れたにわか組員たちは
ええ、うちが横浜の倉庫でやっているのは、いわばハワイでパレカナと進めている方が本命です。ネレトはパレカナの信者の中でも選ばれた人間しか、そこによそ者のヤクザをよこすってのが。お詳しいですね。ですがそこも、それにうちの連中はあくまで、実際のところ島にはほとんど立ち入りません。聖地を汚すような行為には当たらない。そう先方は。お前たちとパレカナの関係は、その上で春日を一応ハワイへ行かせたのは、純粋に前々から明里さんが会いた。だから清流会の件とは。沢城、どういうことです？パレカナに使われているギャングどもに、連中の狙いは茜さんの連れている女の。何だって？確かなんですか、その話は。その反応は。我々もヤクザです。相手の調べは入念に行いました。まして、こっちが出まかせを言ってると。この場では水かけ論にしかならないという話です。今て、そりゃ、とはいえ他ならぬ桐生さんからのお話です。少し時間をいただけませんか？パレカナがもし本当に。ここでもしもの話は控えさせ、ヤクザが一度口にしたことがどれほど重いかは。そうか。貴重な情報ありがとうございました。状況落ち着きましたら。いやー、かましてやりましたね。あの沢城もずっとかしこまってやがって。ほんと、ヤクザの本拠地まで行った。しかし収穫は少しも。そう、清流会とパレカ。エビナがブライスの本、今はエビナたちの反応を待つ。そうだね。そういや、キリュウさん、その後やりたいこと増えました？覚えてるよ。久しぶりに本部なんて言ったからだろうな。お、何です？あまり楽しいことじゃないんだ。墓参りに行きたい。全然いいじゃないですか。そうしてもらえると、俺一人だと少し。そう言ってもらえると、私たちだって桐生さんの力。ああ、ありがとう。よし、なら早速向かおう。ああ、タクシー。